エクスリアルビームをご紹介します。この商品はエクスリアルエアーの可能性を広げることができます。空間ディスプレイ体験を始めましょう。エクスリアルは独自の空間コンピュータービジョン技術を活用し、ビームは330インチのスクリーンを空間に固定させて表示します。ビームは様々なデバイスからの映像出力を空間ディスプレイに投影できます。ビームを使えばエクスリアルエアーはほとんどのスマートフォン、PC、ゲーム機と接続して使えるようになります。まだバッテリーが切れるのを心配しているのですか？心配しないでください。最大 3.5 時間の再生時間をお楽しみください。ワイヤレス接続で充電しながら遊ぶことも可能です。待ちきれない？では早速開けましょう。エクスリアルビームをご覧ください。ビームのボタンについて説明します。エクスリアルエアーを右の USB-C ポートに接続するとビームが自動的に起動します。ではグラスをかけてみましょう。初回起動時にシステムが最初のセットアップを案内します。まず言語と国を選択した後、ビームを Wi-Fi に接続しましょう。ネットワークに接続するとビームは自動的に自体のソフトウェアとグラスのファームウェアをアップデートする場合があります。ビームを Bluetooth イヤホンに接続してみましょう。設定では DTS をオンにしてよりサウンド効果を得たり、震度コントロールをオンにして仮スクリーンとの距離を調整したり、言語設定を変更したり、デバイス情報を検索したりできます。設定完了したらビームを有線またはワイヤレスでお使いのデバイスに接続してください。それでは有線接続で空間ディスプレイを試してみましょう。 USB-C 映像出力または HDMI 出力に対応したデバイスがビームと接続して使用することができます。公式の XLRCC ケーブルまたは HDMIC ケーブルを使ってゲーム機や PC、スマートフォンと接続してください。接続するとスイッチはテレビモードになります。ジョイコンコントローラーを Nintendo Switch から取り外してください。しばらくするとビームが自動的にエクスリアルグラスにコンテンツを投影します。ビームは AirPlay、ミラーキャスト、DLNA に対応します。Apple ユーザーの方はビームとソースデバイスを同じ Wi-Fi に接続してください。ミラーキャストを搭載した Android または Windows のデバイスを使用している場合、 Wi-Fi と Bluetooth をオンにするだけで同じ Wi-Fi ネットワークに接続する必要はありません。スマートビューをクリックしビームを選択してください。ビームはワイヤレスでコンテンツをグラスに投影します。ビームはあらゆるものを空間化しより良い視聴体験を提供します。左側のモード切り替えボタンを1回押すとモード選択メニューが表示され、もう一度押すとモードが切り替わります。空間ディスプレイには3つのモードがあります。スリードフモードは頭の動きに関係なく画面が空中で静止し、体は自由に動くことを可能にするモードです。モード切り替えのボタンを長押しすると画面の位置を調整できます。ブレ補正モードは物理的な環境による映像の動きを最小限に抑えるように設計、車内での使用がより快適です。スリードフモードとブレ補正モードの場合、方向ボタンで画面のサイズと距離を調整できます。サイドスクリーンモードはディスプレイを小さくして横に移動させることで視覚的な干渉を避けながら動画を楽しむことができます。より低消費電力が必要な場合は設定には震度コントロールオプションをオフにしてください。これでエクスリアルビームの案内は終了となります。エクスリアル公式ディスコードコミュニティをぜひご活用ください。公式ツイッターもぜひフォローしてください。エクスリアルをご愛用いただきありがとうございます。一緒に楽しみましょう。